皆さんは村営発電所を聞いたことはありますか？戦前の日本の山岳部の農村に多く導入されていた町営の発電所のことです。現在は撤去されましたが、奇妙な歴史をたどった発電所が岐阜県に残されていました。今回はその発電所の歴史と現在どうなっているかを紹介してみたいと思います。岐阜県上石津町、静かな山間部を流れる牧田川を利用して電力事業を起こそうと考えたのは明治43年のことでした。当初は牧田川の多良渓谷を利用して 6.8km の水路によって一ノ瀬地区に 1000kW の養老発電所を建設し、同じ地区に建設する紡績工場に供給する目的でした。さらに余剰電力は四日市方面へ供給する目的に変更されましたが、紡績事業が軌道に乗らず、この発電所は建設されることはありませんでした。大正4年、大正天皇御大典記念事業として時村の有権者によって時村、多良村、龍田村に送電する目的で村営水力発電所の建設が起案されました。計画では牧田川支流の生栗川から取水し、これを 1.2km の水路によって氷向地区に 200kW の時発電所を建設する計画でした。さらに建設費を考慮し、途中で株式会社に変更され、計画は大きく進みました。大正7年、一ノ瀬地区の紡績事業は電力事業に変更され、養老発電所の建設を目的とする牧田川電機が発足しようとしていました。そこでこの事業者を時発電所の建設事業に加え、時水力電機株式会社が大正7年に発足しました。計画がまとまり、時発電所が大正9年に起工されました。生栗川上流に幅22メートル、高さ 5.5 メートルのコンクリート造りのダムを建設し、ここから水路が 1.2 キロメートル建設されました。当時は建設費を抑えるために大半が廃墟で建設されました。また水路の途中にはトンネル82メートル、谷間には水路橋も建設されました。さらに稼働開始後に冬季渇水時を考慮して道路側の渓流、さらには水路途中の渓流から取水もされていました。発電所の真上の浄水槽は中間に廃砂門が設置され、砂の排水水量調整も行われていましたが、スルースゲートなどはすべて職員による手動操作が行われていました。昔初めて来た時これ登ってったんだよ。ほら、発電所には発電機と水車が設置され、横軸型フランシス水車1機で出力は350馬力と、発電機は横軸型1機で出力は 200kVA でした。こうして大正10年、無事に竣工しました。発電所が竣工した頃、東邦電力の前身である関西電機が電力網拡大のため、東海地方の電力事業者の合併を続けていました。いわゆる電力線というものでした。時水力電機は上石津町から三重県龍田地区への供給権を所有していました。そこで関西電機は大正11年、供給権を獲得するために
時水力電機を合併し、時水力電機は運転開始から数ヶ月で解散となりました。その後、関西電機は東邦電力に社名が変更され、時発電所は五大電力の一つである東邦電力によって運用が続けられました。時発電所は建設時に流量増加が予定されていました。当時の書類を見ると出力制限がかけられているのがわかります。これは認可出力以上の設備が導入された際に制限としてかけられることが多く、時発電所の水車の使用は 0.4 立方メートル毎秒で350馬力、つまり250キロワット相当でした。しかし、発電機容量とともに、認可出力より80キロワット以上の設備が導入されていました。また、生栗川の流量は非常に少なく、その流量に達していない問題もありました。正確な書類は残されていませんが、発電所が計画された頃、流下量が少ないことから、隣接河川を生栗川に流し、流量を引き上げようと考えられたかと思われます。これが出力制限の要因ではないかと思われます。東邦電力が運転を続けてきましたが、流量増加工事が施されることなく、冬季渇水時に著しい流量低下を引き起こし、出力が100キロワットを下回ることが多く、発電所の稼働が困難になっていました。さらに、流量増加の改造工事費と発電量のバランスが悪く、なかなか工事が進められなかったのも要因の一つでした。また、大正14年から四日市方面に中里変電所を建設して、東屋城発電所と系統運用が開始され、昭和10年頃には、中里変電所の更新工事の際、合同電機から120キロワットの電力融通が開始され、出力増加工事より、配電による電力供給が安価となっていました。また、時発電所の電力は山隣の白石工業で消費されていたため、東邦電力としては、時発電所の運用管理を白石工業に移管したい意思もありました。そこで、昭和12年、白石工業は時発電所を買収し、自家用発電所として再スタートになりました。時発電所は白石工業に切り替わって、直ちに流量増加工事が着手されました。隣接河川である藪谷川をトンネルによって流域変更し、時発電所の出力制限を解除する予定でした。この準備工事として、時発電所から工事用送電線が仮設され、削岩機などの工事用資材が導入されました。当時、時発電所と白石工業の桑名工場は山隣でした。そこで、発電所から登山道に沿って電柱を敷設し、峠を越えて工場の管理道路から受電所に接続する白石工業の専用送電線が計画されました。しかし、太平洋戦争勃発により、流量増加工事は昭和19年に中止されました。この準備工事が再開されたのは昭和22年でした。昭和25年、トンネル工事が再開されたのは、準備工事に着手してから10年を過ぎていました。トンネルは 1.3km で、地質が悪いために工事は難航しました。昭和29年、トンネルが竣工し、すぐに生栗川への放水工事が着工され、昭和30年、藪谷川の水はトンネルを通り、生栗川へ放水されました。こうして、時発電所は当初の計画出力である160キロワットの運転が可能になりました。しかし、それでも時発電所の起案時の流量に至らず、200キロワット以下の運転が続けられてきました。一見、設計ミスによる出力低下とも思われましたが、生栗川の流量が竣工後、減少したのではないかとも言われました。生栗川の近辺は石灰地質なため、
鉱山開発が盛んな地域でもあり、水源近辺の鉱山の開発により地下水脈が切り替わり、琵琶湖方面に流れてしまったのではないかと思われています。そのため現在も当時の流下量に至らなかったのではないかと思われます。時発電所は村営発電所として計画され、さらに近隣地区へ電力を供給し、近代化への一歩を踏み出した発電所でした。しかし白石工業に売却後も鉱山の発展を続けてきましたが、昭和40年代のオイルショックと石灰石の採掘不良が問題になり、昭和51年10月、桑名工場が閉鎖されました。その後、発電所は白石工業の元職員さんによって管理されていましたが、インターネットの普及によりいたずらで破壊、窃盗などにより当時の姿を止めることが困難になりました。そこで地元住民と伊備電の冒険会社が発電所を取り壊し、新規で発電所を建設する工事を進めています。当時の設備などは発電所竣工後に展示予定となっています。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。